はい、のりこです。ゆきです。フェリークドールズです。今回は200人行ったので、31爆食い。イエーイ。これはね、結構なんか重いよ。持ってみ。ああ、うちんちの猫ぐらいありますね。重っ。ラブポーション31と、ピングシャワーと、コットンキャンディーと、あとはなんか店員さんのセレクトだよね。そう、ちっちゃなスプーンで。頑張ります。はい。で、まあ今日は食べながらみんなのバイトのやらかしエピソード語りながら、12人分の31食べていきたいと思います。それでは、ね、レッツラーゴー。よしよし、まあ、なんでよしなの、わかんない、今気合い入れてるの。一回待って、席させて。おじさん、知らんの、初めて。こんなラブポーション31こんな食べれるんですか。深さこれぐらいなんだけど、やばい。どんぐらいこれ。一寸。確かに。おじぽっくるぐらいじゃないの。知らないって、おじぽっくる、こんなでかいの、おじぽっくる。いただきます。素読にハマってます。ん？あ、うまー！美味しい！うまーい！これ余裕なのかもしれなくない？言ったね。うん。やばい！ドライアイス直つかみ。やばー！ドライアイス直つかみ。やばいよ、それ。犯した話、第一エピソード。逆にさ、自分自身がやらかしたことないの？ある。人生初めてのアルバイトが結婚式場の配膳係だったの。あ、懐かしいね。言わなきゃダメ。え、待って、じゃあ予想していい？うん、あの式中の BGM 止めちゃった。それはやばい。パパパパーン、パパパみたいな。みたいな。それやったことある人いたらすごくない？うん。入刀しましたーって、わーってなって、で、裏からどんどんケーキ運んでくの、こうやって。でさ、円卓じゃん。で、周りにバーって座ってて。その、椅子の下に、こういう取っ手のカバン持ってきてる人がいて、出てたの、その取っ手が。うんうんうん、で、私、あ、ケーキ運ぶ前にこれはしまっとこうと思ったら、お客様に、しまわさせていただきます、この紐。絶対転ぶなと思って。万、うん、の字で転んじゃって、そこに。自分自身がそこの時点で、あーってなって、ケーキバーンって飛んで、こうやって、あー、素敵ねーって言ってる人のここに、ポンってケーキ乗っちゃって。え、いいじゃん、着地でしょ？え、ちょ、着地したんだけど、ケーキだけだよ。うんうん。で、その人の服にはくっついてなかったんだけど、服くっついたじゃないのって怒られて、うん、すいません、すいませんってして、裏で泣いてたら、こうやって、泣いてたら、会場で偉い人がいると思う。担当のね、うんうん、その人が残ったケーキを持ってきてくれたっていう話。ほっこりじゃない、うん、でも、そんなんでひするやつも心狭いな。え、めっちゃ怖かった。せっかくの結婚式で、確かに申し訳ない。台無しにしちゃった。自分考えなくて、しょうがない、ミスだから。クリマンだから、うちら。え、知らない？あれでしょ？いや、アレン様を崇拝しないと路上生活確定だからね。めっちゃハマってない？うん、ハマってるよ。なんか、出てきたんだけど。え、ジェフリックドールズのやつでもたまにアレン様のチャンネル見てるから、そのうちおすすめに出てくるかも。うん、出てきたかも、それ多分。あと、ブライアンずっと見てる。それな。なんかめっちゃ視聴履歴ブライアンばっかり。やっぱ今日アカウント共有してるとね。そうそう、でもみゆき最近気づかずに見ちゃうんだよね。そう、正直でみゆきに LINE したんだけど、なんか大丈夫、病んでるって送ったのがなんだっけな、オルゴールでしょ。そう、ディズニーのオルゴール12時間みたいなやつ。じゃあ寝つけない時にさ、あれ流すの。そうそうそう、とすって寝るからやめてくんない。それをフリークドールズ見てたんでしょ。違ってた、多分。私、あの、高校生の時、コンビニのバイトと配達のバイトやってたんです。まあ、地元でやってるわけなんで、塾帰りの同級生の子とか来るんですよ。で、隣に先輩がいて、買ってって、その子が、はい、終わったなと思って、先輩、私あの人のこと、小学校の時好きだったんですよ、つって、なんか先輩が、とかやってくんの。で、ええとか言ってさ、その人横でお湯入れてた。ちなみになれ、ちなみになれ。誰だっけ、思い出せよ。好きだったんだ、うん、死ぬ、うん。だった。ピー入れね。ピー入れていいの、うん、入れろよ、逆に。ってことで、他の人のね、バイトの失敗談も、さばいていけたらいいな、と思います。はい。そのね、喋りながらのうちに食べきれるかの問題なんだよね。一言言っていい？どう？今お腹。全然余裕。ああ、そう。言ったね。うん。え、だって見て、もうこんな減って
てないな。ラブポーションだけさ、掘りすぎじゃないみたいな。大好きラブポーション。いきます。暴露させていただきます、みんなの。会社の休憩室で、お姉さんたちと、お尻、揉みまくりました。待って、どういうこと？それ、女性、男性？男性。ん？ダメじゃない？ありなんだ。会社の休憩室って監視カメラとかないの？休憩室ってないんじゃない？そこまで気張らない。いや、ちょっと待って、もう一個あるわ、うちこれじゃあ。あのね、うち、寿司屋でバイトしてた、おじさんがいたのよ。はい。んで、見たことないやつを解凍してたの、その人が。うん。なんか普通に水道水で。で、なんか、ネバネバしてたものがニョロニョロって出てたのよ。これ何ですかっつったら、アワビだよっつって。ね、揉みまくれる環境で、それで、なんかセクハラで訴えられないならいいんじゃないか。ああ、確かに。うん。あ、そう、男の子ね。うん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 。あ、そうです。え、だって、いや、ちょ、嫌だな、そいつ。でも、社会的に摩擦されてほしいです。次。うん。偽札を受け取って警察沙汰になった。どうやってわかんの逆に。あれじゃない、レジ点検した時に数えるじゃん。その時にわかったんじゃない。数えてても見た目一緒ならわからんくない。どうやって偽札ってわかんだろうね。うん。え、読み込まなかったんじゃない、銀行で。あ、そういうこと、わかんないよね、なんか。わかんないわかんない。次。うん。朝からシフト入ってたのに、朝まで遊んでて、昼まで寝てて、ブッチしたんだって。え、ブッチしたことある？いや、あるよ。だってうち、すっげー飛ぶもん。バイト。ブッチって何？もう、ブッチはだから、もうやめちゃうってこと？やめちゃうとかじゃなくて、すっぽかすってことだ。でもその次の日は普通に、あ、こんにちはーっていう感じで。すいません、なんか入ってたこと忘れてて、でいいね。シフト入ってたこと忘れてたんです。常習犯じゃん。当たり前じゃん、社会不適合者だから。うちないんだよね、そういうの。それ尊敬するの。うちマジで朝受けれる人尊敬するし。え、そっち？うん。で、ブッチじゃなくて。え、ブッチしたことない。うん。え、でも連絡入れて休むってことでしょ。うん。じゃあ一緒じゃん。でも、うん、その当日はあんまりない。えらいね。バイト時代つまずいてお客さんに熱い味噌汁ぶちまけた。なんかうちと似てるね。うちもやったことある。味噌汁じゃなくてお酒。お酒なんだ。汁物大変なんだよ。うち固形だったからさ。あー、そっか、ショートケーキかなんだかだよね。うん。テン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 。結構飲食店あり、あるあるだよね。なんかみんなぶちかますんだよ。あれだよ、汁物はダメ。だってさ、こうやって飲まなきゃいけない。え、ちょっとお酒をかばしたって言ったじゃん。うん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 。どうしたの？ごめんなさいって振りただけ。うんうん。もうなんか結構店長みたいな人が謝りに行って、結局カバン弁償することになった。やらかしたね、それ。うん、もうお腹いっぱいです。でもこんぐらいやった。減ってないって。減ったんか、これ。でもなんかヘッドゲームする。言ったでしょ、食べれないよって意外と。うちも言ったじゃん、食べれないよって。ね、うちも言ったじゃん、食べれないよって。あー、ダメだ。じゃあ次ね。いや、はい。まだないな。せっかく接骨院で電気流すとき強すぎて足が接骨院で電気流すとき強すぎて足が動きまくってた。はい、お願いします。接骨院で電気流すと
暑いんで電気流すとき強すぎて足が動きまくってたおじさんおじさんあれ最後にめっちゃ面白くない勘弁してんじゃんもう足痛いお腹痛いほっぺ痛いえなお腹痛いうんうんうん、最高ありがとうこんな体験談めっちゃウケんだけど、うんうん、間違えたってことだよね要するに強すぎて多分そのお客さんもあこんなもんかって我慢するしかないってめっちゃ面白くないおもろい半端ないめっちゃ爆笑タイム入ったねうん面白かっただってさ、情景浮かぶじゃん。ぴょん、ぴょん、ぴょん、ぴょん。それか。両足!3 分笑える、これ。マジで面白い。最高。最高、みゆきの高校の友達。次友達が上司を驚かして同時におならして手を叩いて紛らわしてました。どういうこと、どういうこと上司が驚いた時にその友達もおならしたってこと？うん。これ実は私の話、エピソードなんだけど、私人を驚かすの大好きなので。ほんと最低だよね。偉い人がいるわけ、その。職場にね。職場にね。驚かしてよってこの子が言ったの。はい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 。ちょっとあの人驚かしてよって言うから隠れてさ、うん。わーって驚かしたの。ずっとキャーってなるじゃん、うん、その人も。でわーって驚かしたと同時に、女も出ちゃって、ブって。わー私が、わーブってしちゃって、って言ってさ、見えたよそう、紛らわしたっていう話。はい。しょうもないよね。ちょっとあの、整骨院に勝てない。うん、もう勝てない。先生の施術はこうなんだって思って、痛いの我慢してるってことでしょそう、そのおじさんもね。観光そうあれ抵抗できないよねあの電気の力ってやったことあるあるうちもさ下げられかけた話があるんだけど何それ新宿駅歩いてたのそしたらサロン興味ありませんかみたいなサロンサロンってかあのなんかエステみたいな興味ありませんかみたいなあります無料でこれ受けられるんで来てみませんかみたいな、うん、行きますってそしたらなんか変な機械買わされてうんシックスパッドみたいな感じで、うんうんうん、痩せたい部位にこれつけるみたいな。絶対嘘じゃん。でもちゃんと筋肉がビグンビグンビグンってなるやつ。インナーマッスルがね。そう。なんかその契約しました。女の態度がすぐ変わったの。もうなんかエレベーター前にも来ないで、ありがとうございました。それまでは、えぇーさん、えぇーみたいな感じだったのに、なんかもう契約した。終わりましたよ。みたいな感じになったからクーリングオフして返した。よくわかいいね、クーリングオフ制度って。うん。うちマジ警戒心強いのに、なんかあの時美意識高めたかったから、やっちゃったよね。まんまとね。いけるんじゃない今、腹のお腹いっぱいの何パー？うち 80% ぐらい。うち 90%。もう一個小さくてもよかった。もう一個ちっちゃかったら得に寄ってるよね、多分。200人行ったんです。そうだよ。どうですか、最近。えうちアラスカにいたから何も考えてなかった。楽しかった？うん。アラスカに行ったのみんな見たアンノリコのインスタとか。ありえないよ、もう。アンジェリーナ・ジョリーのジャケ写みたいなことしてたからね。マジでいい写だった、あれ。うん、もう一眼レフみたいなの使ってたからずっと。はい、やばい。終わった。かわいいね、それアラスカで買ったの？そう、アラスカでセールで12ドル。様のやつ可愛くない？しかもこれさ、なんかさ、メルカリで見たら結構高値で売られてたから、これもビジネスよ。うん、で、今日はね、こういうガラクタも買っちゃったんですよ。話の話題がつ、これはね、ま、わかんない。何なんだろう。わかんないです。わかんない。とりあえず、カイリー・ジェンナー、のりこ、妹？うちの妹なんだけど。え、知らないっけ？
この映ってるのが、あ、そうそうそう、うちの妹、そう、妹、妹、うちキム・カーダシアンだから、うん、ちょっと別居してるんだけど、まあ妹の後継になるかなと思って、ちょっとグッズは買ってあげたって感じ。あとは、まあ私の娘のノースウェストが好きなスポンジボブ、ノースウェストさんが好きなんですよ。あのカニエとの子供なんですけど、まあそれをちょっとね、まあ質問が尽きたのであげながら食べていこうかなと思います。どっちからがいいですか、ボブかカイリーか。やっぱりこっちで。この大きさにさ4個もなんか入ってるんだよ。ブレスレット、キーチェーン、スクイッシーって多分こういうプニプニできるやつかな、多分タトゥーが入ってます。え、うち今日タトゥーデビューしちゃうかもしれない。ガチ、うん、しかも3歳から対象です、うちら。確かに。開けていきます。あー、かわいい。Yeah! 見た、見てない。結婚してください。やばい、かわいい、どうしよう、ちょっと待って。スポンジボブのタトゥーです。え、え、パトリックだ。かわいいね、キッチンパトリック。じゃん、かわいい。これかわいい、こういうやつ懐かしい。なんかこういうの流行ってなかった、ちっちゃい時。これなんかもう2個ぐらい買ってくればよかった。やっぱりこれハマる。そしてこのプニプニボブちゃん、え、超可愛くない？え、めっちゃ気持ちいい。なんかちゃんとさ、このボコボコ気持ちいいよ。気持ちいい、ね、かわいそう、かわいそう、かわ、おー、おー、綺麗だけど綺麗に開かないよ、これも。このカイリーボックス、カイリーとブラッツのコラボをね。あ、あ、お、おー、え、何？開かないんだけど。妹、ちゃんと作ってよ。ナプキンか、これは。あ、結構かわいい。あ、え、2個あるんだけど。ちっこい、みゆき開けて。あ、唇の横、唇の横の。かわいい。なんだろう。かわいいな、これ。いきます。あー、かわいい。え、かわいい、見て。いろんなのかわいいんだけど。え、ミニカイリー来たんだけど、超かわいい。え、めっちゃかわいい。え、めっちゃかわいいよ。めっちゃかわいくない？うん。めっちゃ可愛い。え、え、え、車？車！可愛い。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。さすが我が妹。結構当たりじゃないでも。結構当たり。結構当たりだよ。当たり引きました。イエーイ。コラボでーす。イエーイ。入った。これ宝物かもしれない。うん、宝物。可愛い。可愛いね。あげるこれ。いらない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 。初めてなんかカイリーのグッズ手に入れたわってことで、私はもうお腹いっぱいですっていうことでね、うん、次は300人目指して、はい、もっと面白い企画とかね考えていければいいと思うので、あの、はい、で、じゃあ登録者数1万人いったらうちあれするわ、坊主にする。そういうのやめた方がいいと思う。じゃあバンジーしよう、登録者数1万人いったら。なんで？え、うち全然。バンジーって知ってる？え、もうマジなやつやりたい。あの、橋の上から飛ぶやつみたいなやつ。ガチで言ってる。体重制限大丈夫かな？おーい、おーい。怖い。ママだ、フィリピンママだ。いさー。いさー。だろー。だろー。うん。見ました今、ここで行われていたことを。寝に行ったい！やってないじゃん。過剰反応やば。変身。ムチムチすぎてなんか。酒が足りてない。酒が足りてない。減るわ。おい。やめ。ギリだろ。これも怖いんじゃん。うん。ということで、みんなバイト頑張ってください。はい。お仕事もね。頑張ってください。はい、僕は引きニート頑張ります。じゃんじゃん拡散、登録、いいね、すべてよろしくお願いします。それではバイバーイ。で、整骨院行った時は電気の調整にちゃんと気をつけてくださいね。それではアデュー。食べてるよまだ。すごい完食じゃない。俺は諦めない、俺は諦めない男。三井久志。あ、当てらめの悪い男。動画回されてるとさ、すげえ食欲進むわ。食べなきゃって。終わったよね。終わった。さすがです。もう終わった。はい。半年ぐらいアイスはもういかん。